SNS 大手 Facebook へのアクセスをブロックすると発表しました。当該の声明には2022年3月、ロシア連邦内において Facebook のネットワーク、メタプラットフォームズが所有へのアクセスをブロックする判断を下したとあります。これを受け、メタで世界規模の問題を統括するニック・クレック氏は、同社があらゆる方法でサービスの復旧に取り組んでいると明らかにしました。 しかし、数百万人の一般のロシア人は、まもなく信頼できる情報から遮断されるだろうとの見方を示しました。ロシア、FB a のアクセスをブロックすると発表。ロシアの通信規制当局は4日。 SNS 大手 Facebook へのアクセスをブロックすると発表しました電信監管機構4宣布阻止主要 SNS、Facebook 当該の声明には2022年3月ロシア連邦内において Facebook のネットワーク Meta Platforms が所有へのアクセスをブロックする判断を下したとあります

佢话咧，所以百万计嘅普通俄罗斯人咧，好快就会失去可靠嘅消息嘅，因为呢、這个诶、呃、Facebook 被 block 咗啦，咁佢哋上唔到咧，就睇唔到一啲关于而家战争嘅消息啊，系啦，咁所以咧呢、這个 Meta 呢间 Facebook 嘅公司咧，佢咧正喺度努力以各种嘅方式去恢复呢个服务嘅。 唉，咁咧睇完呢個新聞之後咧，大家覺得點樣咧？有冇驚過有一日咧，我哋喺香港咧都會上唔到呢個網咧？譬如可能上唔到 Google 啊，或者 Facebook、啊、Instagram 咁樣。咁一路都有啲聲音係咁樣討論嘅，係啦，唔知道是會點樣咧、嗯？都有啲擔心啊。咁、嗯、啊，呢、這、一個嘅俄羅斯咧，希望個呢個 Facebook 咧盡快可以破解到呢一樣嘢咧，就俾啲俄羅斯人可以上翻呢個互聯網咧，睇到一啲新嘅消息啦。嗱，喺呢度咧就話佢 block 咗 SNS。 即系啊，譬如 Facebook 啦，今日唔知仲可唔可以上到 Google，可以揾多啲新嘅资讯呢？咁如果唔系呢，咁啊，当大家接触唔到啲新嘅资讯嘅时候呢，可能就会被某一啲情报误导咗啦。咁啊，希望佢哋尽快去解决呢个问题啦。咁我今日分享呢就系、是、咁多啦。如果大家系中意我嘅影片咧，记得帮我哋找同埋分享出去啦。咁我哋下礼拜三再见啦，再见，麦拜拜。嗯